ポンペオ・バトニによる、肖像が、1758年作、ローマにて、ケンブリッジ大学フィッツ・ウィリアム美術館所蔵。第7代ノーサンプトン伯爵チャールズ・コンプトンは、イギリスの貴族、外交官。第4代ノーサンプトン伯爵ジョージ・コンプトンの三男、チャールズとメアリー・ルーシーの長男として生まれ、ウェストミンスター・スクールで教育を受けた。百五十八年、おじにあたる、 第6代ノーサンプトン伯爵ジョージ・コンプトンの死去に伴いノーサンプトン伯爵の爵位を継承、ノーサンプトン氏裁判所判事に選出された。翌年、ノーサンプトンシャー副知事に任命された。1761年のジョージ3世戴冠式では王城を持つ役割だった。1763年5月、ベネツア共和国駐在イギリス大使に任命された。 1763年10月に26歳で死去。妻と共に、コンプトンの家族納骨書で埋葬された。弟スペンサーが爵位を継承した。ノーサンプトン伯爵夫人、アン・サマセットの肖像が、ジャン・エイティエン・リオタールの作品とされる。1759年9月13日、第4代暴法と公爵チャールズ・サマセットの、長女アンと結婚、一条を設けた。 アンは1763年5月にナポリで死去した。ありがとうございます。